ただいささか同僚との金銭感覚のズレが見受けられ、しばしば現場の混乱を。大輔さん。はい。職場の皆さんを困らせるようなことは現に慎まなければなりません。はい。大輔さん、ご指導のほどよろしくお願いいたします。